こんにちは、天の仕事道具店です。今日はやりたいことやることで溢れた時にやることを紹介していきます。皆さんはやりたいこととかやらなきゃいけないことっていうのをどうやって管理していますか？私はやりたいことを思いついたら計画もね、そこそこにすぐに走り出しちゃうし、やらなきゃいけないことは気が重いと結構後回しになりがちです。そしてさらにやりたいことでもこうワクワクするようなことっていうのはこうどん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 思いついて、結果ね、やりたいことが多すぎて全然手が回らずモヤモヤするっていうのが結構ね多いんですよ。去年の11月までは会社員とこの文房具屋を並行していたこともあって、特にこの状態に陥りやすかったなと思ってます。寝る前とかね、結構モヤモヤしたりっていう感じで。というわけで今回は頭の中を整理して着実に実行していくための方法をシェアしていきます。手順としてはざっくり4ステップで、洗い出し、優先順位決め、トゥードゥになるまで深掘り、スケジュールに落とし込む、この4ステップでやっていきます。ではまずステップ1のすべて洗い出すというところからやっていきます。用意するのは付箋とボールペンですね。やらなきゃいけないこと、やりたいことをどん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 付箋に書いていきます。書き出すタイミングでざっくり仕事、趣味、プライベート、スキルアップ、家族のこととかっていう感じで分類ができると洗い出しがしやすいのでおすすめです。私は仕事、スキルアップ、息抜き、プライベートの4つに大別して洗い出しをしていきました。書いてるうちに、あ、そういえばこれもやりたかったんだったなとか、いい加減やらないとみたいなのがポロポロ出てきます。ウィッシュリストとか作ってる方は似たような感じで洗い出すんですかね。書き出したものをちょっと紹介していきます。永遠のね、万年ダイエッターなんですけど、ちょっと健康面でもダイエットが必要になってきました。あとは福岡に引っ越してきて早2年半ぐらい経つんですけど、福岡から韓国って1時間半で飛行機で行けるらしくて、ちょっと話せるようになってショッピングとかしに行きたいなと。船でもね、3時間40分とかで行けるらしくてびっくりしました。で、あとはオリジナルアイテムも増えてきて、そろそろ全国各地の皆さんにね、これを引っさげて会いにイベント出店とかしてみたいなと思ってます。ではステップ2でざっくり優先順位を決めていきます。ここから先なんですが、パソコンで作業していきます。こちらのソフトはエドラマインドというものです。今回案件をいただきました。ありがとうございます。マインドマップを作ることに長けたパソコンのソフトなんですけど、作ったその先のね、タスク管理とか共有も優れているソフトです。私は他にもね、結構マインドマップアプリとか使ってみたりとか、他の表計算系のソフトを代用してみたり、あとは書き出した付箋をホワイトボードで整理をしてみたりと、いろいろとね、試しては来ていて、個人的にはね、こちらが一番使いやすいソフトでした。理由としては、いい感じにしてくれるっていう機能がすごい優れています。いい感じっていうのはですね、文字を書き込んだ時に読みやすいように隙間を位置がね、自動で調整されたりとか、そもそもね、サクサク動くので整理することにすごい集中することができます。で、洗い出すところからこのソフトをね、使うのが本当は本来の使い方なのかなと思うんですけども、私は頭の中の情報を洗い出すのは手を動かして書く作業の方が好きなので、洗い出した後から使うことが多いです。なので、まずは付箋に書き出した内容を無心でソフトへこんな感じでひたすら打ち込んでいきます。で、打ち込んでるうちにもまだね、ポロポロとやりたいことがね、出てくるので、それはパソコン上で追記をしていきます。どうやって書き出したらいいのか悩んだ時っていうのは、こんな感じでね、ソフトにテンプレートとか他の人が作ったパターンっていうのが用意されているので、良さそうなやつをね、使えばいい感じに整理していけますよ。ちなみにデジタルとアナログの使い分けなんですけど、併用することが多くて、使い分けてるポイントとしては、何度もね、やり直す可能性のある分類とか並べ替えはやっぱデジタルの方が楽だし、他の人に共有したいとき、リモートとかでね、離れていても全然デジタルだったら楽だし、あとはデザインとかね、文字が、自分の書いた文字がこう気になっちゃうとき
ってなんかありませんか？こうアイデアを出す時もそうなんですけど、最後こう人に共有するんだってなると、ちょっとそういうのが気になっちゃう時はやっぱデジタルの方が見栄えがいいかなと思ってます。逆にアナログでよくやる作業としては、頭の中を整理したい時、これはなんかもう何にモヤモヤしてるのか分かんないみたいな、ちょっと前の動画でも紹介したんですけど、そういう時とか、そもそもパソコンに打ち込める状態じゃないよっていう時とか、あとは書くことで吐き出したい時、なんか運動して汗かいたらすっきりするみたいな感じで、殴り書きしてね、外に出すことですっきりするみたいな感じ、あとはアイデアを広げたい時とか、感覚的にこう掴みたい時、デジタルの中にね、こうマニュアルとかがあるとなかなか私は理解ができなかったりするんですけど、こう手書きとかそういうのを見るとすっきりこう頭の中に入ってきたりとかするので、自分の中でこう感覚として落とし込みたい時はアナログを使うようにしています。ではでは、書き出したものを優先順位で並べ替えていきます。優先順位の付け方は、締め切りがあるものはね、もちろん高めにしつつなんですけど、他にやりたい順とか達成しやすそうなものから高めにつけています。私はね、いい感じにこう物事が進むと、あ、やる気が出てくるなっていうタイプなんですけど、そうじゃないとね、やる気がなくなっちゃうので、それを加味しています。個人的にエドラマインドの機能のおすすめポイントを紹介していきます。今見えてる感じで一括でね、デザインをこう調節できるので、図形とか文字の大きさが気になっちゃう方とかは簡単にデザインを調整できます。そしてこの並べ替え機能はもうドラッグ&ドロップで直感的に使えます。やりたいことが実は他のタスクの一部だった時は、こんな感じで下に紐付けることができます。スイ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 って感じで、新しいツール使うときってね、なんかやり方わかんなくて嫌になっちゃうことは多いかなと思うんですけど、すごい直感的に使えるので便利でした。次がね、便利なマーク機能で、個人的に一番お気に入りです。優先順位の数字とか、ちょっとしたねマークを設定できるようになっています。マークの種類もね、顔文字とかいろいろあって豊富です。あとは手書きエフェクトっていうのがあって、線とかね、縁取りが手書きで書いたような感じになります。ではステップ3、 to do になるまで深掘りをしていきます。優先度の高いものからタスクへと落とし込んでいくイメージで、意外とね、後回しにしていることも一つ一つタスクに分解すると、とっつきやすくなりますよね。やりたいこととやらなきゃいけないこととかをやりきるためには、必要なことは何なのかっていうのを自分でね、認識する必要があるので、ひたすら書き出します。こんな感じで、やりたいことの目的はそもそも何なのか、それに必要なことは何なのかっていうのを掘り下げています。例えばコミュニティに参加したいっていうやりたいことがあったとしたら、なんでそうしたいのかを考えてみます。今回は会社員を辞めてからね、仕事の話ができる仲間がいなくなっちゃったので、それが理由かなという感じです。そしたら仕事のね、仲間ができそうなコミュニティに参加する方法を考えたり、パソコンとかでね、調べてみます。ちなみに、なんでしたいのかっていう点に関しては、全然なんとなくやりたいからっていう結論の場合もよくあります。やりたいことに理由なんかないよっていうね。で、いろいろな選択肢を出して、自分の相性とかコストから並べ替えていきます。まだまだ細かくタスクに分けられるようだったら、さらに深掘りを続けていきます。調べ物に時間がかかる場合は、一旦メモだけにして、調べること自体をタスクにしておけば OK。洗い出す方に集中してやりきっていきましょう。会社員時代は目標に対しての施策候補をこんな感じで実際に洗い出していて、できることを一つ一つしっかりやるっていうのを心がけていました。はい、こんな感じで書き出すことができました。すでにやることが分かってきて、ちょっとスッキリし始めています。エドラマインドのおすすめのポイントとして、多様な出力フォーマットというのがあります。なのでPDF とかでも出せるし、画像でも出せるので、パソコンの壁紙にしたりとか、メンバーに共有したりとかっていうのが簡単にできます。私はね、どうしても覚えておきたいときは壁紙、パソコンの壁紙にしています。では最後のスケジュールに落とし込むところやっていきます。書き出したタスクっていうのは、いつやるのかまで設定することが実行できるポイントかなと思っています。私はね、パッと終わりそうなタスクは持ち歩いている小さいメモ帳にこんな感じで書き込んでいます。
夜ね寝る前に明日できそうなタスクをピックアップして、それから書き込んで寝ています。トゥードゥーリストに落とし込んでしまえば全部クリアしてから寝たいとエンジンがかかるタイプの人には相性のいい方法かなと思います。で、締め切りから逆算したスケジュールが必要な場合はソフトの中でできるので、それでやっちゃいます。このソフトにはガントチャートという機能があります。洗い出したタスクにいつやるのかをこんな感じで簡単に設定できます。そうすると自動で上部ですね、ガントチャートを生成してくれています。画面上部わかりますかね。で、資格の勉強とか後回しにね嫌だなと思ってしていたことは、締め切りを決めたらその間に洗い出したタスクをいつまでにやるかっていうのをこうスケジュールしていくイメージです。多少ずれ込んでもいいように余裕を持たせておいた方が後から苦しまずに済みますよ。あとは実行するだけの状態になりましたね。こちらのエドラマインド の使用の、ね、料金なんですけど、個人向けだと1年間で5900円、1ヶ月あたり492円とめっちゃお得です。で、買い切り版もありまして、12900円払えば一生使えるような永久ライセンスが買い切りでゲットできるようです。私は今まで使ってたね、マインドマップアプリをやめて、今エドラマインド使い込んでる途中なんですけど、ちょうどね、文房具収納どうしようかなとかも考えて、このエドラマインドでね、作ってたりとかするので、ぜひ気になる方は触ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。やりたいことにあふれてどうしたもんかって思ってた方は、ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。一個ずつやっていきましょう。またねー。